国の庭園都市スンチョンに世界中の庭園が集結します。スンチョン湾国際庭園博覧会2013が来春4月20日より6ヶ月間開催され、自然豊かな都市スンチョンを世界にアピールします。2009年9月スンチョン市民たちの努力が実り、スンチョン湾国際庭園博覧会2013の誘致が決まりました。150年の歴史を持つ国際庭園博覧会は、過去アジア圏では1990年大阪と1990年中国昆明で開催されました。スンチョン湾国際庭園博覧会開催の背景には、ラムサール指定の五大湿地であるスンチョン湾の保全があります。スンチョン湾には毎年300万人の観光客が訪問し、環境毀損の問題が提起されました。現在スンチョン湾にある自然生態館などの施設をスンチョン湾から5キロ離れた博覧会場に移動し、PRT を運行させることで、スンチョン湾の生態の徹底的な保全に挑戦しました。スンチョン湾国際庭園博覧会2013は、地球の庭園スンチョン湾というテーマのもと、スンチョン市クンドクトンとオチョンドン一帯に111万2000平方メートル規模で造成されます。この博覧会場は、都心の誇張に対立して、スンチョンを保護するエコベルトの役割をするようになります。バンコクの多様な庭園を見ることができる博覧会です。こちらにはオランダ、アメリカ、フランスなど世界10カ国余りの世界のデザイナーによるスンチョン湾の風の丘や幻想の庭園など70余りの斬新かつ独創的な庭園を見ることができます。現在は開催に間に合うよう工事が盛んに行われています。また多種多様な薬草もあり、その効能を体験することができる漢方薬の薬草庭園もここに造成されます。博覧会場と国際湿地センターを連結してくれる夢の橋です。上海エキスポ韓国館をデザインした韓一俊氏が外側をデザインしました。夢の橋内部は世界の子どもたちの夢を彩ったイラスト16点余りが飾られ、世界で一番長い屋根になります。夢の橋を渡ると国際湿地センターが見えてきます。国際湿地センターは韓国最大規模のエネルギー節約建物で、前から見れば建物ですが、後ろから見ると丘の姿をしています。国際湿地センターは展示品の大部分は生きている展示品であり、生態体験学習の場になればと期待が集められています。国際湿地センターの前には樹木園が造成されます。樹木の原では博覧会会場全体を眺めることができ、また韓国伝統式の庭園も鑑賞することができます。スンチョン湾国際庭園博覧会2013では、声楽家チョ・シミ、サッカー選手ギ・ソンユン氏が広報大使として活躍されています。スンチョン市が인구는약28만남짓됩니다만대한민국수도인서울특별시보다면적은 1.5 배나됩니다그래서볼거리가많은곳입니다우리나라의정원을포함해서세계의정원을한곳에모아놓고각국의정원을볼수있고또그야말로생태적인그역사적이랄지어느그노을거리보다는그야말로생태를즐기고볼수있는곳이기때문에관광객들이많이올걸로생각하고꼭찾아주기를기대하겠습니다
館国際庭園博覧会2013は、自然を中心とした次世代の都市モデルや都市公園拡充などのニューパラダイムの提示を目的としています。爽やかな秋空の下、自然あふれる新町湾より NSP 通信、金城若菜でした。